まさかチャンネル始まります、今日はこのお二人と、トーク対談をさせていただけたらと思います。中村典弘さんと小笠原みちるさんです。お願いします。よろしくお願いします。昔のことをちょっと思い出していただいて、キーワードがあるので、まあ、そのワードに沿った話を、そうですね、はい、3人させていただけたらと思います。お願いします。デビュー、言うてデビューだわな。デビューした年の話、ここそうですね、うん、まあ、99年1年目で、僕のプロ初登板が、ファイターズ戦、その時の話ですかね。小笠原さんどうですか、その当時の僕の印象ってどういう印象を持ってましたか。甲子園から騒がれてたわけで、そのフィーバーというか、ね、熱の入れようっていうのはすごかったから、はい、取り上げのね、はい、いろんな注目度っていうのはすごい高かったね、はい、うん、なんだけどこっちもコンバートして1年目なんだわ、はい、うん、あ、だから対松坂というよりも、はい、もう自分がその結果を出せ、はい、ポジションをつかむというのが精一杯だったよね、はいはい、なんだけど一応こう負けたくないという、はい、まあ、それは高卒で入っていきなりっていう、はい、なんか少しこうプロの洗礼じゃないけど、はい、なんとか頑張ってっていうのは、はい、うん、あったかなという、はい、うん、そうですね、僕はまあ東翔さんから言われた時にやっぱりまあ当時もうファイターズといえばビッグバン打線って言って、うんうん、やっぱり打線が強力 で、うん、であの時は、まあ、まだ始まったばっかりでしたけどやっぱりとにかく打線がもう好調でっていう、うん、まあ、イメージもありましたし、でも僕もなんか相手のことを考える余裕は正直なかった気がしますね。あ、いやでもね、はい、あれうちらから見てみると、はい、もう一点集中だったね、はい、片岡さんに、はい、こうなんだろうな、そうじゃなかったかもしれないけど、はい、こっちから見てみると、はい、逆にスイッチ入る前に打たせてもらって、はい、いや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 、まあ2番でしょ、はい、で次片岡さんだから、はい、でもパッと見たらこの曲がりがね、はい、なかなかその高校生のレベルじゃもうないわけで、はい、うん、すごいなと思ってたの。あ、本当ですか、うん、でだけど、まあ、運よく初ヒット、はい、詰まってこうセンター前、はい、うん、はい、打てたっていう結果出せたっていう思いで、はいはい、もう目線がそっちっていうか、その前でギアを上げる前に打ったって、まあ、でも僕も試合前に、うん、金村さんが前日に片岡さんと食事をしたって言って、うん、でお前金村さん片岡さんのあっちゃんって言ってたの、うん、お前あっちゃんがあんなこと言ってたぞとかって言ってたのはあったので、まあ、なんとなく金村さんがちょっと煽られたのはありますね、はい、もうしっかり抑えてやれよみたいな、うん、はい、でもやっぱり井出さんから始まる打線でなんかそこだけに集中っていうのはなかったですね。確かに片岡さんになんか、ね、うん、目は言ってたかもしれないんですけど、うん、全力で行く中に、はい、ここって時ってもう一段上げるで、はいはい、だからそこに上がる前だったよね、うん、うん、だからまあ、あの8回はちょっとボール多分、はい、まあ、そうですね、初回から言うとやっぱりちょっ と、うん、初回から飛ばしていってたので、うん、まあ、ちょっと落ちてるとは、でも小笠原さんにホームラン打たれた後僕もう1回ギア上げましたね。でしょ、だから、はい、その上がる前だよだから最後のね、だからもう一踏ん張りっていうのはあっただろうけど、はいはい、その打たれたっていうさ、はい、こうクッてこうアドレナリン出るで上がる部分もあっただろうし、まあ、点差も、まあ、あったっていうのもあるかもしれないですね、うん、確かあの時点で 5-0、 あ、そうですね、 5-0 だったんですよね、うんうん、いや僕もやっぱこのイメージですね、うん、最初はやっぱりヒゲもまだなくて細いしね、はい、あの構え、でも打たれた瞬間は僕は正直行くとは思わなかったですね。頭が越されたなと思ったんですけど、でもやっぱりなんかもう真後ろだったんでもう完全に伸びてきましたね、はい、こっちとしてはもう何ホームランとかじゃなくて、はい、とりあえず取られるのだから行けっていうことだけなんだよねなんか弾道が綺麗に見えてたもんなこれ。あ、でもね、俺もあんまりね物覚えてないのこれを覚えてたな、やっぱり。あ、本当ですか。これはこう、うん、絶対投げちゃいけないやつですよねまあ確かにね、今思えばね、はい、でもこれ多分俺最初で最後だと思うよ、ホームラン。あれ、そうでしたっけ。うん、そっから打たせてもらってないよ、もらってない、う
でも多分それはやっぱり最初のこれがあったからですよね。いやだから多分絶対だからもうなんかね違うんよ、はい、だからいつも試合でネクストでベンチで、はい、あれ今日大輔あんまり調子よくねえなと思うわけでいざ打席入ったら全然違うんよ、うん、あれはいつも困ったねやっぱり各球団にそのやっぱり人いるんですよね、うん、ファイターズで言えばやっぱり小笠原さんだし、うん、やっぱりバファローズで言えばノリさんだし、うん、はい、オリックスで言えばイチローさんだし、ホ、うん、ークスで言えば松中さんだしっていう、うん、どんなにその日調子が悪くてもそのバッターに対してだけはこう上がってくれるというか、うん、ね、うん、はい、本能だろうね。そうですね、うん、はい、あの最後の方なんていうのは149-150の真ん中低めの膝元からのカットボール、はいはい、あれはちょっとびっくりしたね、はい、僕はよく小笠原さん使ってましたねここからさクッと曲がるね、こんだけ、はい、うん、あれはあのスピードで来てたらちょっとこう低めだから余計下がるわけよ、はい、使ってたな。あれはちょっとやられたね、はい、抑えたことよりも打たれたことなんか覚えてますけど、やっぱりこれもやっぱり強く未だに覚えてる、うん、最初の初ヒットでセンター前に打たれたのもそうですし、うん、このホームランもやっぱ覚えてますね未だに。うん、懐かしいな。あのフォーク、スライダーじゃん。いや、スライダーだと思います、ね、はい、スライダーちょっと高めのスライダー、うん、だった分上に上がってくれて詰まってこう、はい、落ちてくれて、でもやっぱり結局振り切れてるというか、うん、まあね、ですよね、うん、そうね、ちゃんと押し込めてるというかこう、はい、うん、もう取れたなセンター大友さんですね、ゴールデンウィーク中やろね、やっぱり。ですよね。うんうん、確かに。すごい人いましたよね。そう。初対決が、その日に僕ホームラン打たれてますよね。そう。ですよね。うん、あの、レフトに、もう弾丸投げっていうか、それも覚えてる。すっごい綺麗に打たれたのを覚えてます。もうインコースね。はい。インコースのまっすぐ。あれのね、俺連続写真持ってるからね。あ、本当ですか。うん。携帯に入ってたと思うよ。おー、これか。これ。はい。後ろから撮ったら連続写真振ってとこでもう本当いっぱいか、もしかしたらちょっとボールかもしれないですよね。覚えてんなあれ。ちゃんとやっぱりここに投げられるかどうか、うん、ここからちょっと下がったらもう行かれるっていう、中島さんによく怒られたな中島さんな、はい、高めを打ってる印象あるもんね。そうですね、うん、はい、対決するときは、はい、結構情報があったわけ、はいはい、うん、でもまあ高卒ルーキーでやっぱり球を見た瞬間にまあそりゃ高校生打てんやろなっていうのが第一印象、はい、だプロの選手でも打てるか打てないかってやってみないとわからない、はい、そういうのにもう打てる保証もないしっていう感覚、はい、1球パンって見た瞬間に、はい、うん、ありがとうございます。でもそこからこう何かこうね、大ちゃんの中に印象付けなあかんと思った俺、うん、もう強烈に、ね、印象付けなあかんと思って、はい、まあ打ったから勝ったとかじゃなくて、はい、まあ、三振食らったから負けたとかいうのはもう全くもうその第一回目 の勝負の時に思った、はい、関係ないと思って、はい、この空間を楽しみたいなと思って、はい、これは印象付けないとほったらかしにされたら俺だけこうね空回りやなと思ってちょっと印象付けたいなと思って、まあたまたまあのホームランが出て、はい、そっからやもんね。そうですね、うん、はい、頭にもボール食らうしね、うん、ありましたねありましたねあったわ、やってんないろいろ。でもそうですね、もう二人とやっぱりその初対決の時にやっぱりもうホームラン打たれていて、だからヒットなんかもう打ちたくなかったもんね。はいはい、もう三振でいいと、うん、まず、はい、でもできる限り当てたいみたいな、うんうん、当たらなくてもいいわっていう、うん、はい、そのまあ2人のこの対決の時は思ってましたね。はい、だから試合とか勝ち負け度外視、はい、チームのことは関係なく思ってたけど、あの最後の2001年のあのサヨナラホームランはあれは打たないと俺のせいになるやんと思いながら打席が来たから、はい、勝った方がマジックいっちゃったもんね、はい、そうですね、あの試合ってね、はいはい、
まあ、どっちかっていうとなんか僕らの方が、まあ、ちょっと不利というか、うん、はい、僕はやっぱり絶対勝たなきゃいけない、うん、これ出してきますね、出してきますね、これすごいね、もうレアですよ、松坂和田バッテリーですから、ね、はい、これでクビになったっていう話です。まあ次の年から外野手になりましたからね、和田さん。よう言われるもんね、はい、あの試合でクビになった。もう音で言ったと思ったもんな。でも3年目やもんな。はい、酷やな。そうやな。3年目やで、まだ、高卒で。はい、でも、一番大事な試合に投げさされるっていう。うん、はい、まあ、名誉なことでもあるけど。まあ、そうですね。うん、はい、さらにスピード上げたカットボール、完全にいかれました。がっつりいかれました。あれふと投げるときに分かった。あ、本当ですか。うん、ちょっと開いてたというか、はい、俺はまっすぐ狙ってたから、はい、で初球カットボール、はい、2球目もカットボール、はい、そろそろまっすぐやっちゃうかと思ってまっすぐ狙いに行ったけど、はい、一瞬あ、もう1球カットボールやと思って、はい、もう空振りするつもりで思いっきり振った。はい、たまたま当たったというか、ね、はい、うん、あれがまっすぐやったらどうなってたからっていろいろ考えたよ俺。打たれて僕膝に手やったの多分2回ぐらいですかね、うん、多分日本で1回メジャーで1回ぐらいの感じなんですけど、もうこれ覚えてますもん。本当にもう自然出ちゃいました。僕やっぱこの姿ってあんまり撮りたくなかったんですけど、こういう姿を見せちゃいけないってやっぱ思ってたんで、まあこれでもうシーズン終わったじゃないですけど、はい、出ちゃいましたね。まあ、やっぱり抑えた方がいい、打たれた方とのことの方がやっぱりもう強く印象に残ってますね。このホームランも忘れられないですね。そういう試合だもんね、うん、そうですね、はい、まあ、やっぱりこういう試合があってこういう試合に投げられたことはもちろん良かったんですけど、うん、でもやっぱり勝ちきれなかったですね。本当に僕の中でも悔しさが残る一試合でしたね。やだな。やだな。でもまあこの試合だけやな、これは打たなあかんと思ったのは、うーん、まあ、チームのためにと思ったのはこの試合だけ。うん、他はもう自分と、まあ、大ちゃんとの、はい、この空間だけをちょっと楽しんでたなっていう。はい、僕はこう個人的にハムだったら小笠原さん、近鉄だったらノリさんとか、ホークスだったら松中さんとか、みんな年一緒ですね。全部同級生やで。そうですよね。イチローさんもそうだし、そう全員そうだ。48年間はい、そうなんですよ。偶然にも、はい、えぐいな。いやこのメンバーは、はい、でも僕はあれですね、お二人の印象はもちろんバッティングもすごいんですけど、やっぱりでも守備がうまかったイメージありますね、うん、どうですか、こう守備に対するこう意識ってどうでしたか。守備の方が好きやったね。あ、うん、でもやっぱりこうチーム上、はい、いてまい打線、はい、やっぱりこれバッティングが取り上げられて、はいはい、まず守備のことはもう全く取り上げられなかったから、もう打ってなんぼのチームだったんで、はいはい、個人的には守備が大好きだったんだけど、はい、あんまりこう取り上げてくれなかった、うん、結果まあゴールデングラブも取れたけど、はい、基本バッティングのことだけ、はい、記事に載るのは、はい、うん、あ、うん、まあ、まあ印象ですかね、うん、だからもうキャンプとかはほぼバッティング練習とかしてなかったからね、はい、あ、もう守備ばっかり、そう、あ、そのまあもう任せられてたから、はいはいはい、いつからバッティングするみたいな感じの時に、うんうん、もうずっと守備してた、あ、ひたすらノック受けて、ノック受けて、そう、で基本的に走るの嫌やから、はい、同じとこ走りたくないわけよ、はい、メイルやん気持ちが、はい、ノックでちょっと下半身を作る、うんうん、まあ、トレーニングの一環として、で、ようやくできてきたかなとか、うん、こうバットを振り出してたから、あまりバッティングはね、はい、もうそれだけ散々やってきたから、はい、もうバッティング嫌いやったの基本、うん、まあ、趣味の方がやっぱりこう奥が深いというか、はい、うん、まあ、自分がどうやって取れればどうやって足を運べば取りやすく取れるかなとか、はい、バッターはさ、はい、相手がいるからさ、はい、150キロ打てって、うん、フォークボールあるよ、はい、いろいろ考えなあかんでしょ、はい、しんどいんですよ。だから守備は本当に楽しかったね、はい、相手バッター見ながら、うん、まあ、うちのピッチャー陣のその球速、球威、はい、いろいろ考えながら、はい、守る守備位置をね、うんうん、変えながらやってたから、はい、
小田さんはどうですか、キャッチャーからこうコンバートされて、うん、だからコンバートしたから一番下手だと思ってた、はいはい、ピッチャーがなんとかね抑えようと思った、はい、ものに対してまず取ろうと、うんはい、まず下落とせって、はい、それを言われてたし、まずあと1個取ればいいよっていう、はいうん、練習に取り組むのだったら一緒なの、はい、バッティング切られたの、はい、あれは大変やで、あれは大変やで、突き詰めていくのがしんどいよ、はい、同じ作業だし、はいはい、そうだったら一番下手くそだから吸収できるじゃん、はい、スポンジのように、うんはい、今言ったように姿勢とかさ、はい、どう入るとかね、はいうんやるんだったら練習は守備の方が好きだったね、はいタイミングよく、はい、その対象者がいないでゴールデングラブ取れたいやファーストに限っては、はい、あの自負があったけど、はい、パ・リーグの中で、うんうん、あのサードになった時にちょうどいなかった、はいうんはい、いない時で取れた、はいいたら取れるわけないじゃん。いやいやいやそんなことない。いやいやあのこのハンドワークっていうのは、はい、いや本当ですよね。できない。はい、俺逆に硬いから、はいうん、もう全身グラブだったから。はい、キャッチャーの前でね、これとりあえず体で止めて取れば、取ったら OK だと思う。はい、そんな投げるのはあの苦じゃなかったから、はいうんうん、キャッチャーの人たち、はいうん、上から叩けば、はい、あと取ってくれるとかね、はいはいうん。いやでもすごいよな。ノリさんはでもめちゃくちゃ柔らかかったですね、うん、なんかこうイメージ動かれへんからさこれでごまかさなあかんわけや、はい、いや僕そんなイメージないな動いてたよそういうイメージそういう練習をしてたよ、うんはい、人より足遅いから、はい、反応だけは良くしないと、はいうん、だから反応良くすれば、はい、取れると思ってた、はいはい、だからノックの仕方でも、うんうんうんはい、ずっとじーっとしてて、はい、インパクトまで動かないとかね、はい、人よりちょっとそんなことを考えながら、はいまあ、ショートとか行くと、はい、こうシャッフルできるやん、はい、サードはできないから、はい、もう一歩目早く切れるようにっていう練習はしてた、はいはい、あ例えば守備範囲がその狭いとか、もうそういう印象全くないですね守備位置とか、はい、ちょっとこう頭の中にこの振り方やったらこっちしか飛ばんなとか、はい、いろんな情報を自分の中でこう考えながらこう、まあ、逆使えたらしゃあないなっていう、はいまあ、腹くくった状態で守ってた時もあるし、はいうんまあ、たまたまこっち飛んでくれたとか、はい、それからそのバックハンド、はい、逆シングルはこれらミスしたらツーベースになるじゃん、はい、これらもう練習したあどうやったら入るかなとか、はい、だから目つぶって取れるようになったの、はい、あ確かに逆シングルめちゃくちゃうまいイメージありますね、うんうん、この打ち方ならこっち飛んでくる確率が高いだろうっていうのはやっぱりそのバッター目線ですよねそう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 、はい小沢さんもやっぱりそうですかやっぱり打ち方とか見せたらこっちの方に行きそうだなってあるねだからそのピッチャーとの対戦で力量、うんうん、はい、うんうん、う結構振り遅れになって左バッターだったら、うん、こっち側のイメージするスライムはね、はいはい、で右の引っ張りだったら、うん、多少ラインドライブ気味のはい、うんうんうん、だからこっちもいいけどこういうグローブの切り返しのイメージしときながら回すようにはいい、はいあうん、唯一カブレラはい、うん、はサードゴロないねあるとしたらボテボテない要は強烈なのはないってことですねもう強烈な時はホームランあ消えるあ、はいはい、だからその外人でもカブレラとラミちゃん、はい、守るのに気をつけてた、はい、バーンってくるから、はい、カブレラはバーン振っても、はい、ボッテボテかくあだから前守れたなるほど、うん、あ面白いそれだから俺あのライン上守ったから、はい、カブレラの時だけ、はいはいバーンってのないね、はい、もうカーンって言った瞬間に消えてるそういう時にはですねラミちゃんもラミちゃんも来るはいはい強烈なの強烈なのいやそこのやっぱり今の選手も知っててもらいたいなあ、うんうん、バッティングのこのスイングの軌道で、うん、あこれは前でいけるなとかはい、うん、いろいろちょっと考えてはい、うん、だから足が速いとかそういうのがプラスあればよかったけど、はいはい、それでちょっと補ってた部分がやっぱり2人ともなんか守備の意識がすごい高いイメージがあったのですんごい考えられてますね守備はねはい、うん、はいしかも2人のバッティング嫌いってそう考えてもね答えがないよバッティングは打てればいいけどそんな、はい、ねまあ基本的にはこう全部受け身だから、はい、3割打てばいいんでしょみたいな感じじゃんはいだからその3回をどうやって打つかっていうはいことしか考えてなかった、ねうんうんうん
だからミッションとしないように、はい、このボールはもう逃さないようにっていうのは練習したけど、はいはい、だからもうそのままめんどくさい、もう本当めんどくさかった。答えがないから。ああそうなんだ。守備は答えがあるんや、はい、やればやるほどうまなるから。ああ、じゃあ、うん、それもう守備苦手な人とに聞いておいてもらいたいですね。そうそう、はい、僕もそれは思いますね。守備をやれば上手くなるって。そうそうそう、はい、まあ、もちろんやり方もありますけど。だから、ね、よくバッティングでスランプがあるというけど、はい、守備はスランプないもんね、うん、バッターは4択を食らいました、うん、でバッティング練習得だとかします、疲れる。次の日疲れるの、うん、余計ふわっと出てこない、はい、あ、だからその調整は、うん、してたのは、うん、バッティングしない、あ、もうイメージ、いいですね、はい、自分のいい時のヒット集とか、はい、それを見るだけっていう意味があった、はいはい、バッターは持たないんです、はい、調子悪い時は、はい、自分の感覚をゼロに戻す、はい、で映像ばっかり見て、はい、あ、そろそろなっていう時に見る持つね、でそのいいイメージでバッティングできれば、はい、すぐ回復する。小笠原さんはどうですか、そこ、まあ、ちょっとちょこ調子落とした時に。俺逆、はい、やる、うん、とにかく、うん、だから振ってって、はい、一致するのを探す、はいはい、そうなるためにスタミナつけたっていう。だからそのキャンプでもそうだし、はい、シーズン中でも振って、はい、あのしんどくても普通にバットが振って、うん、さらに試合で打てるように、うん、はい、ぐらいな体力をつけた、はい、大体同じことやるんで、はい、これさえできたら最低限は打てるっていう、対応できるっていうのがあったから、はいはい、何アプローチの仕方は簡単なの、うん、闇雲に打つとか、うん、この球とかじゃなくて、うん、はい、もう同じここのとこに来るボールをそこにイメージ通り打てたら OK、はいはいはい、うん、もうフルスイングしないから、はい、ここだけ集中、全集中する、うん、7割スイングぐらいで、はい、ね、ここだけ自然に、はい、それをもうひたすら繰り返す、うん、バットの入る角度、はい、その体の軸の、はい、とスタンスが狭い中での自分の力加減っていう、はい、踏ん張りの、はい、それができたら試合で勝負できると。でも昔はさ、はい、そんな考える隙を与えてくれへんかったわけよ。ひたすら打て、はい、うん、1時間で2時間だけ、はい、ひたすら打つ、はい、考える暇ないわけ、はい、全部振れ、見逃すなっていうのが昔の教えだったから、はい、もうわけわからんや、はいはい、ただ振ってるだけやから、今みたいにね、ガッツみたいにこういろいろ考えながらやったら、はい、そんな時間もいらんと思うね、うんうんうん、あ、これやで、もう、はい、そこで終われるわけやから、はい、終わりがなかった、ね、それも経験してるから、はいはい、まあ、それがあるからと思いますね、バッティングは嫌ない。だからまあ指導するときにも、はい、打たさないの、はい、まず考え、うん、はい、まず冷静になってちょっと考えてみようと、はい、うん、考えた結果打たなあかんと思えば打てばいいし、うん、こっちから強制的にはさせないっていう、打た、その無理やり打たすってことはしてないんですね。そう、何の意味もない、はい、うん、だから疲れるだけかなっていう、うん、うん、でもその若い子に対しては、はい、やらなあかん時期があると思うよね、うんうん、体も作らなあかんし、うん、はい、うん、体力を作るためにはやらなあかんと思うけど、ね、うん、ある程度も試合に出てる人間に対してガンガン振らすっていうのはちょっとナンセンスやなと思う、うんうんうん、考えろと、はいはい、どうやったら打てるかっていう考えながらやった方がいいよっていう、はい、いうのはアドバイスしてるね、やる 体力っていうね、うん、こう技術を身につけるための体力も必要だし、うん、はい、かといって闇子に打つのは違うし、知識は必要だね、はい、うん、あと、まあ、そのやっぱり考えて試合も練習もするってことですよね、うん、はい、いやすごい多分参考になったと思います。誰に、いやもうあの見てて、いやもう多分アマチュアの方とか、いやプロでもそうだと思う、はいはいはい、多いよ漠然とやってる子は、うんうん、はい、いや僕もそれはそう思います、うん、あの考えてんだけど、その一つのことだけ考えてやってるわけよ、うんうんうん、だからあの行き詰まってしまうと、そうそう、はい、あ、だから自分に合ってるか合ってないかまず考えないと、はい、うん、こういうふうにまあ指導者から言われて、うん、これが本当に合ってるのかどうかっていうのを探りながら、はい、もう数をこなしていって、うん、合わなかったらやらんでもいいと思うよね、はいはい、そうですね、そう、
はい、まあ、ちょっとこう、うん、付け足すぐらいでいいと思うよね、はい、うん、全てやらなあかんっていうのはないと思うよね、うんうんうん、まあ、考えないと、うん、その答えが出ない、はい、自分で考えないとですね、そう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 、はい、一本対戦の中で、はい、打った、僕が打った瞬間目があってお互い笑ってるシーンがあったんですよ、はい、それをね、そのファンの方が見てて、はい、よく質問があるんですよ、なんで笑ってたんですか、はいはい、っていうのがあったんですね、うん、それがおそらく僕も印象深いし、はい、あの時ね本当に目があったんです、ありましたねあれ、なんでもあれだけですよね多分、そう、打たれて、打たれた瞬間に一瞬止まったもんね、はい、で僕打球見てないですから、俺はい、打たれた瞬間もう森田とペカってちょっとその真上飛んでいた、パッと下向いたらこっち見て笑ってた、俺も笑い返したみたいな打たれた感じからして多分とんでもなく飛ばされたって多分思ったんですよね、はい、もうホームランなのは間違いないし、はいはい、どこまで飛んでくんだろうってい う, あれね、はい、感覚なかったの、バラって抜けたの、はい、だからおそらくプロのその生活の中で一番の打球だと思う、はい、まっすぐ飛んでいった、どっか普通ずれるじゃないですか、はい、本当に、ずれない、本当にもうまっすぐですよね、そう、はい、でドーンって突き刺さってたから、はい、5階席いや、それは僕多分その日の夜の多分ニュースかなんかで見たんですよどこまで飛んだのかってそう、あれはやばかったですね、あの芯食った時の、うん、あの感触がないっていうのは大沢さんもありますか、なんかそういう、うん、ホームランというか抜ける時はやっぱそうだよね、あ、やっぱあるんですね、うん、やっぱりそれももう本当にもう木星特有の、うわ、んうん、ってこうね、はい、浅木っぽいやと分かるじゃん、はいはい、詰まったら、あ、はい、詰まってる、はい、それなかった、スパーンって抜けたから、ホームラン集2002、これ、これ出てくるわ、途中で出てくる、5月ぐらいのハムばっかじゃねえかこれ得意としてたらていうかいつもノーガードだったからね、本当、本当そうやな、ね、ノーガードの打ち合いやったもんね、あ、これ、うん、これ来た、これあ、浮いてるねあ、確かに違うね、そう、うわーって抜けてる、うん、持ってったのとなんか勝手に手だけいっちゃったみたいな、ね、ふわーって抜けてしまった、後から体が来るみたいなね、もう傾けそうなったよ、これ。うん。会心の一撃だったよね。はい。うんうんうん。見てないですよ、打球。ずーっとノリさん見てましたもん。あ、それは言われるわ。そう。言われてたら。そう。でも、笑ってたからね、先に。はい、はい、うん。はい。本当にもう分かりました。だから、打たれた瞬間のやつで。本当これどこまで飛んでいくんだろうと思って、うんうん、それ打たれた方もなんか言い方おかしいけど手応えがあったんですよ、はい、やっべえ今のみたいな、でもずっとノリさん見せて、ノリさんが抱き見たと僕見てお互い笑うっていう、押すとか、はい、つまう先っぽとか全くなす、はい、バーンって抜けた、へえ、やっぱりあるんだなそういうの、印象はうん、僕の方が早くこの試合に出てたんで、うん、で、まあね、社会人から入ってきたので、うん、出たてがねすごいデビュー戦なんですよ、指折れてるのにホームランだったんですよ、2年目な、そう、2年目な、指折れてて、ね、代打で出てきて指来ないと指折れてんねん、そうで今あの森田さん、はいはい、東京ドーム、はい、いきなりホームラン打って折れてんちゃうんみたいなただ関係ない関係ない、まあまあそのこっち小指とかだと、はい、薬指だと必要なわけ、はい、それに比べるとそんな必要ないでも折れてるんですよね、折れてる、いや、まあ確かに、っていうね、そうですね、僕らもシーズン前にっていう、ただなんかこうね、王さんが、はい、ね、監督やってっていう、うん、はい、まず、はい、そこでしょ、はい、ここも行かないかって話、はい、で、うん、その時にはやっぱり前のね、はい、アテネの、はい、がやっぱり俺としては印象残ってたから、はい、うん、余計にその差が、温度差が、うん、そうですね、同じ国際大会ですけど、うん、当時やっぱりオリンピックと WBC を比べると、うん、
比べ物にならないぐらい、なんかこうね、はい、意識的には、はい、すごい重かったもん、ね、はい、オリンピックはですね、はい、第1回に関しては本当そうでしたね、うん、はい、本当に途中からでしたもんね。そう、あのね、日本では誤審というふうに扱われてるんです、ね、はい、はい、アメリカ戦での、はい、そこから一気にヒートアップしたから、うん、あの時からメキシコが勝ってくれたっていう。そうです、そうだね、はい、僕らもう諦めてサンディエゴにいましたもんね。で、はい、でメキシコの選手たちに、おう、明日勝ってやるからなって言ってディズニーランド出かけててねお前勝てんのか、勝つ気ねえじゃんとかって言って、うん、本当に2対1で勝っちゃってる、はい、うん、あれはびっくりしましたね。部屋でね、こういたら、はい、みんな何人かバーってもう廊下に出て、はい、みんな騒いでたけど、うん、またできるっていうかね、はい、試合あるじゃない、うん、そうですね、ほぼないと思って確か移動してたんで、うん、2009年はでも逆に一回優勝してるから、はい、また優勝するでしょっていうスタンスだったよね、はい、まあ、この周りっていうか世の中が、はいはい、それはちょっときつかったね。いや、きついです ね、はい、うん、逆にもう始まってすぐあの合宿から人がすごかったじゃないですか、ね、第2回の時は、うん、宮崎、はい、うん、もうこれはあの人の集まり方が1回とは第1回とは全然違うなって思ってましたね、うん、うん、だちょっと自分でやる練習が少しこう自分のキャンプに近いこう、はい、ちょっとピリッとした感じがあるよね、はい、はい、うん、いや本当でもやっぱり時期的にはやっぱなんか難しいですよね、うん、シーズン始まる前にでキャンプもなんかそこそこにこう、うん、なんか急ピッチで作ってったかな、はいはい、だからいつもだったら2月にみっちりやるものを1月に前倒しでやった気がするから、はい、おかげでその年成績あスタートダッシュが入りがいいところですね、うん、シーズンの、うん、あ2006年もそうだったし、はい、2009年もやっぱその時はこう、はい、最初から貢献したのかな、はい、うん、僕はなんかやっぱりシーズンあの練習もこう前倒しにもちろんするんですけど、うん、かといってなんかあ状態上がってくるわけじゃないしなって思いながら、うん、やっぱり難しかった記憶しかないんですよね、うん、多分ピッチャーはきついんじゃない、うん、やっぱりその3月こう頭にこういい状態にしなきゃいけないっていうのは結構僕はもう大変だった思いしかないですね。でね、向こう行ってのからのね、はい、そうです参加だったから余計しんどかったんじゃないか、はい、で日本だから出なくちゃいけないしね、うん、他の国のピッチャーっていうのはあのメジャーで上で投げてるピッチャーっていうのは行く行って辞退なの、はい、最後でねなんだけど日本チームに限っては行くは行かなくちゃしかも結果を出さなきゃいけないからしんどい、はい、だからそこでのこの MVP っていうのはすごいんじゃないかな、うん、MVP は本当もうおまけなんで本当に。いやでもちゃんとしたこのやっぱ先発ピッチャーだからちゃんとしたこの大事なとこで投げるとこで結果を出してるわけだから、うん、ほぼでもキューバに打たれてないよね。僕はなんかオリンピックの時からキューバには強かったですね、うん、はい、うん、なんかまあ一緒ちょっと憧れの目でもちょっと見てたっていうか、やっぱりアマチュアの中でキューバって言ったらやっぱり王者って意味は小さいとか見てるやっぱりキューバには勝てないっていうのがあったんで、これいつかそのキューバに対して投げたいっていうのがあったんで、やっぱりアテネで初めて投げて勝った時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんかキューバ戦に強いって言われるのがすごく嬉しかったですね、うんうん、はい、どっちかだったら強しか、はい、大好きかどっちかだったよね、はい、キューバはなんか左に弱いっていうなんか情報があったんで、うんうん、強しを先発させるんじゃないかって言ったんですけど、もう僕に投げさせてくれたっていうか、うん、はい、それもやっぱ嬉しかったですね。それは実績取るでしょう。いやいやいや準決勝であのキューバ黒木さんが先発して、うん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 、負けたのがあったんで、うん、やっぱその悔しさをこう晴らしたいっていう、うん、はい、気持ちはありましたね。まあでもね、アテネの時はもう金をね、はい、もう 100% 取れるっていう、はい、そうですね、あのもうメディアもね、もう全員プロですもんね。そうそうそう、あの時はアテネの時は、はい、初めて全員プロって言って、もう勝って当たり前っていう雰囲気があったんで、そうそうそう、うん、妙にピリピリしてたもんね。してましたね、ね、はい、でなんか一つの負けも許さないって、今考えればやっぱり
予選はそういう戦い方しなくてよかったですよね、うんうん、本来は多分余計疲れちゃったよね。そうですね、なんか気持ち的にやっぱきつかった感じはしますね、うん、アテネの時は。まあ結果銅メダルでしたけど、なんか本当メダルに届いてすごくホッとしましたよね。そうだね。だって最後がさ、はい、勝って終わろうよっていう、そう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 、ね、はい、あの宮本さんのさ言葉で、はい、うん、文字ね、あの金の銅とね、はい、金と同じっていう、ね、はい、感じなわけだからっていう、はい、ああ言ってたな、そんなこと言ってましたね、うん、はい。でもその前お通夜だったよ。そうお通夜だな、本当。あのオーストラリア戦一戦負けて、日本帰れんぞよ。どこの国行く？いや本当にその話してたよね。してたしてた。うん、あの暗さは人生初だね。そうだね。2014年。そう。引退してないよね。ないんだよな。はい。生涯現役だから。うん。でもういまだにそうってことですよね。そう。継続されてるってことですよね。これは何、もうすぐ復帰できるの、やろうと思えば。やろうができるんじゃない。そうです。だって引退っていうあれは取ってないから。はい。はい、そう、はい。だからその任意引退になってないじゃん。自由契約ってことですか。自由契約。うん、でもう一回鍛えて。そう。アブさんやな。でもさ、全試合さ、スタメン出てきついけど、代打のここっていう時はさ、はい、下手したら今のバッテリー全然いけるわけじゃん。やっぱ経験っていうのがやっぱりですよね。はい。何、私今までもこの話とかでやっぱりその考え方とか、うん、あとは反応、うん、はい、あと特にヒットは出るわけでしょ、うん、はい、はい、でまだね、高校生のそのボールだったらまだ見えてるわ、うん、もう投げてんの見て、うん、こうタイミングとか合わせて、はい、あ、まだ、あ、まだ分かるなみたいな、はい、はい、うん、やってみますか。無理やな。一塁まで走られない。肉離れしそうなよ。いやだからあのツーベースぐらいの当たり打って、うん、あのファーストで止まって大走塁だからね。それも可能なわけですね、ノリさんは。なんかそれすごいね、終わらなければっていうものがある中で、はい、しっかりと自分の意思で、はい、うん、貫いたっていうのは、うん、はい、なかなかいないじゃん。はい、そうですね。だからね、うん、死ぬ時が引退でいいんちゃうかなって改まってさ、はい、引退するみたいな、まあ言われたけど、はい、別に。あまりこだわりがなくて、はい、まあまあいいですよと、うんうん、まあ、そのままなんかフェイルはアウトした感じ、はい、はい、うん、だからまあ生涯現役でいいんちゃいますかみたいな、はい、うん、うちらもう終わってるわけだから、はい、まあだからね、その引退まで自分が何かできるんちゃうかなと思って、はい、まあ、今さら高校の、ね、指導させてもらってるけど、はい、まだ他に何かあるんちゃうかなって、はい、うんうんうん、まあ、それができなくなったら引退すればいいんちゃうかな、自分自身がね、はい、まあ、それも込みで、はい、まあ、生涯現役という、はい、でもそういうやっぱこう思いがある間はもう生涯現役でいられますもんね。笠原さんが2015年、うん、きっかけというか、なんかいや本当はさ、はい、ジャイアンツでっていう話だった、はいはい、だけど終われなかったっていう、うんうん、もう一度この一軍の舞台でっていう、はい、うん、ジャイアンツの最後の方っていうのはもうほとんどもうファームで、はい、うん、ファームの試合も1回裏に1打席だったら交代だったから、うん、はい、うんうん、そんなんがずっと続いたんで、うん、手を差し伸べる、ね、手くれる球団が、うん、落合さんが、ね、うん、そういう場を作ってくれたんでね、はい、うん、でやっぱり2年ああいう代打の形で、はい、あの一軍でっていうその何だろうな、出てけば盛り上がってくれるような空気の中で、うんうん、最後はもうあのタイミング、はい、うん、気持ちの中ではやろうっていうのがあったけど、うん、はい、打った瞬間にね、前もものこの子肉離れしたとか、はい、これはちょっと ガタ来てるし、うん、はい、みたいなさっきの話もあったから、うん、潔く、うんうん、やめたんだけど、うん、まあそこでも納得したかな、はい、うん、だってああいう形でジャイアンツも、はい、最後まで残ってくれて、うん、負けゲームだったんだけど、うん、そのインタビューっていうのを自分 の, そのステージにしてくれて、はい、うん、で原さんまでベンチ前でこう話聞いてくれて、はい、はい、うん、でみんな集まっての胴上げでしょ、うんうん、よかったかなと、はい、2000本打ったっていう、はい、もう2人とももう2000本でも打たれてるので、まあ、ただです、ね、そのぐらいまで、ね、頑張れたから最後自分の引き際というのが自分の、ね、はい、最大意思でできたんで、うん、はい、まあ、そこは良かったかなっていうのはありますね。はい、なんだろうね、正直、はい、こそっとセレモニー行ったろうかなと思った。
誘われてもないけど、はい、でもいかんでよかったなと、はい、イチローが言ってたから行かんでよかったなって、うん、邪魔はしたらあかんと思って、うん、これ来てほしかったな、うん、俺目の前にいたじゃん。ベンチで。ベンチですね、うん、はい、そうだよ、特等席で見させてもらった。いや、まあ、最後はファイターズ選手がね、うん、はい、デビュー試合がファイターズで、うん、終わりもファイターズってことですね。俺考え深かったっていうか、はい、うん、要はだから一時代を築いて一緒にこうね、うん、やってきたわけで、はい、マウンド騒ぎっていうのは独特で様になるというかね、うんうん、でそれを最後こう集めて、あ、もう入れなくなるんだなっていうこの寂しさというか、うんうん、あそこ見てて俺自分一人で自分でジーンと来てたって。ピッチャーらしいピッチャーよね、はい、うん、大ちゃんはね、はい、うん、今はね、ダルビッシュもおるし、はい、大谷君もおるけど、はい、まあ、俺は戦ってた中で、うん、ああすげえなって、うん、高卒からこんな球投げるんだっていう大ちゃんのその、ね、はい、投球惚れ惚れするというか、うん、すごいなっていうのがまず、うん、でもまあね、メジャーも行ってやっぱり最後はね、この試合もそうやけど、はい、振り絞って投げてるなっていう、はい、うん、まあ、なんか痛そうやなっていうのは、はい、うん、直前までやっぱりもう立ちたくないっていう、もう気持ちの方が僕はもう強かったですね、うん、はい、でもやっぱりまあどんな形だろうと、で最後はまあ、マウンドで投げてる姿も見たいって言ってくれる人が多かったです、まあ、いや僕は後で、うん、みんなこう立って見ててくれたっていう、ボールもなんかどこで話していいかもう全然分かんなかったですね、うんうんうん、はい、振りたくても全然腕がついてこない感じですね、うんうん、もう、はい、健介にはもうストライクしたら打って、もう、うん、もう打てる打てるよって言ってストライク入んなかったです昔のことを話そうと思ったらまだ全然もうありますけど、本当にここまでちょっと2人の貴重な話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。こういうタイミングで何でも打てるんやろうなっていう、そこはもう俺も参考にした部分がある。はい、本当にそのすごいところってどこなんですか、松井さんは。イチローは、まあ、普通にホームランにこだわってやれば軽く40本いくと思うよ、うん、